勢を意識したストレッチをやりたいと思います。はい、立ち方、立ち上がった綺麗な姿勢を、まあ、基本的にその姿勢を維持したままストレッチを行ってください。特に日本人はですね、猫背の方が非常に多いので、猫背にならずにこの胸を、まあ、鳩胸というかピンと張った状態、胸を張った状態で全てのストレッチを行うようにしましょう。例えば、この腕を横に入れるストレッチ、これもちょっと猫背に、一回猫背になるんです、はい、こういうふうに、ね、肩を入れようとするあまり猫背になってしまう方が多いんですけど、これではなく、はい、しっかり胸を張った状態で、それができる、その張れる範囲、張ってできる範囲でストレッチを行ってしましょう。これもですね、胸を張った状態で例えばこのストレッチも行います。若干この例えばストレッチだったら上向きに入ることで胸が上に入りやすく、頭が後ろに入りやすくなります、はい、これちょっと逆に猫背の状態でストレッチ、はい、こう前にこう行こうとするあまりこういうふうに猫背になる方がとても多いので、このストレッチ方法ではなく、はい、胸が張る状態で行ってください。はい、以上です。